好きな言葉はここは通さない。どうも、なにわのゆるくです。いつもありがとうございます。先日罰ゲームの企画をしたんですけれども、無事に今朝方ツイートしまして、当選者は今回あっちゃんさんということで、おめでとうございます。今回ですね、なるべく皆さんの手を煩わせたくなかったので、リツイートだけしたら応募完了ですという形でやらせてもらったんですけれども、検証狙いだけをしている方とかが結構まあ多くてですね、ちょっとそのチャンネルを伸ばしていきたいっていう方向とはちょっとずれちゃったなと思いますので、今回からは最低限、自分のこのなにわのヒムロックチャンネルを登録していただいた方のみ、対象とさせていただくことにいたします。詳しいことはまた、自分の固定しているコメント欄のところに書いておりますので、そちらご参照いただければなと思います。はい、というわけでいつものお店に来ておりまして、まあいつも通りのディスクアップ実践かなと思っておりますが、本日は黒バー下段狙いのみだけで行こうかなと思っております。というのもですね、いつもはスイカズレ待ちじゃないですか、大体。ですから黒バー下段狙いはそのスイカ待ちじゃなくても仰天するようなリーチ目も楽しめるんじゃないかなというふうに思いまして、今日は黒バー下段狙い、これを実践していきたいと思います。はい、それでは早速どうぞ。7000枚も吸い込んでるんで、もういい加減に戻ろうとするんじゃないかなと思いますんで、リセットもされてますし、こいつで今日は頑張っていきたいと思います。おっす。
Call DJ! ありったけの青菜を持ってきやがれ。
Thank you.
釣り。実践終了です。もう目がね、目とこう心がもうストレスでおかしくなりそうな実践でした。プラス何枚、プラス何枚か計算もできないですね。今も頭が方針でプラス66枚か、時給に換算しますとおよそ時給188円の男ということで、いやーほんとね、もう40を来月に目前にしまして、まあ、こういう時給の社会不適合者でございます。いやーもう途中ね、やっぱ打ち方も煩雑になるし、もうビタ押しもものすごい悪かったですね今日ね。まあ改めて思うけど、やっぱりねパチスロってね、やっぱり精神の修行ですね。メンタルですよ。メンタルがね、ブレる時はねやっぱり下手くそになるしね、皆さんぜひこういう風にならないようにね、常に一定の水面に浮かぶ水鳥のごとくブレずに、打っていただければ、こんなアホみたいなことにはならないと思います。自分はもうアホです。精神的にほんと疲れます。ディスクアップね、まだね設定が見込めるお店でしたらね、ねえもうね、まあ、分かれへんけど、もうね 99% で設定1なんでしょうし、そう考えたらね本当に精神的に参りますね。まあでも逆に言えば、リスクアップやからこそ設定1でもプラスマイナスゼロを目指して遊べる台なんかなとも思いますしね。まあその狭間で心がね葛藤しますよ。まあ今日は、視聴者の皆さんには惜しくも罰ゲームならずということで、また次回ご期待ください。今日はもうくたびれたんで、帰って酒を浴びるほど飲んで眠りつきたいと思います。お疲れ様でした。ういちゃん、ただいま。お腹減った。はいはい、あげようあげよう。はい、もう一回。ういちゃん、おいしいか。何がビタオスだよ、聞いてんのかパンダ、おい聞いてんのか、ディスクアップ。ありがとうございました。